やっぱり移動をすると、見える景色が変わり、出会う人が変わり、今までの日々の生活では感じなかったセンスが磨かれるのは、これは本当で、もう本当にいろんな偉い人が移動距離と成長速度は比例するって言ってるんですよね。なので、自分を成長させるという手段において、物理的な移動を伴うということは、実はすごく学びにとって、とっても大きなチャンスのはずなんですよ。フレンズハイ、ね、月曜日第3回のゲストをお招きしております。大瀬良亮さんです。よろしくお願いしはい、よろしくまお願いす。します。はい、ありがとうございまこんにちす。は。一応、ハッシーさんからですね、メッセージをいただいております。大瀬良亮さんってどんな人ですかっていうことをいただいておりまして、はい、ハッシーさんからですね、なんとですね、そばに置いておきたい男という言葉をいただきました。何それっていうコーねえ、ナー。こっち側がそばにいたいかどうかの確認まずしてからね、おっしゃっていただいて。そうなんですよ。りょうさんの思いは無視なんて言っで、て。勝手に置いときたいって始な めたことでいただいて、いやもう、なんか僕もね、同性ですけど、いやなんかこう、そばに置いてきたい男って言われたいなって。本当ですか。まあ、誰に言はい。われたいかってとこありますけども、ハッシーに言っていただけるのは本当に、もういろんいなね、や方とお会いして、いろんなお客さんと触れ合った中でそう言っていただけるのは本当に光栄ですね。そうですよね。村のね、こう村を繰り広げてる、もう大自然の中で、こうね、皆さんの日常を豊かにするっていう活動をされてるハッシーさんが、そばにおね、その大自然の中で生きてる方がね、こうそばに置いときたいっていうぐらいなのでね、すごいいや、今本日は。当にそうですね。はい。いや、楽しみにしてきました。どうぞ、短い時間なんですけど、よろしくお願いはい、しまよす。ろしくお願いします。ありがとうございます。大瀬良さんって何やってるんですか？みたいな聞かれたら、こう、肩書きじゃないんですけど、こう、なんて言うようにしてるんですか？でも、新しい生き方をサポートする人って感じですかね。やっぱり今の世の中って、実は受験で成功したら人生幸せかっていうと、もうそうじゃないかもしれないと。そうですよもね。ちろんそれで成功を得られるかもしれない、幸せを得られるかもしれないけれど、それ一つだけがゴール、正しい正解じゃないという時代になっていて。で、もしかしたら、もう大学も行かない方が自分らしい生き方だって思えてるんだったら、大学行かなくていい、もう海外行っちゃおうと思ったら海外行っちゃっていいし、何かこういい大学って言われてるところに行くだけがかっこいい時代じゃなくなるのが、多分もう今の、未来、もうすぐそこまで来てる未来だなと思ってるんですね。でも世の中にはやっぱり、例えば先生とか近くにいる先生とか、もしかしたらご家族が、いや、やっぱりいい大学に行ってきなさいというように、自分の中ではなんか違う気がするって思ってるんだけど、やっぱり世の中、社会とか、学校とか、あるいは行政とかね、町の人たちがこういうふうに、生きるのが正解よって押し付けてくるって言って言い方で、これが、まあ、その人たちはそれが正解の世の中しか知らないから、それが正解、良かれと思って言ってくれてるんだけど、まあ、そういった自分の中の違和感みたいなものがある人たちって大人になってもたくさんいて。で、本当は、だから本当は飛び込みたい。全く世の中の人たちが、こっちは右が正解だよって言ってるんだけど、本当は僕は左に行きたいっていうふうに思ってる時に、左に行きたいと思ってるのを僕はもう誰よりも早く察知をして、もう左の方にポンって背中を押すのがめちゃくちゃ得意な人。いやー、最高っすね。チャンネル登録も公式 LINE も登録をよろしくお願いします。そこに行くには、結構世の中の正解って言ってるものとは逆の方向であることが、まあ、往々にしてある、よくあることなんですよ。で、そっちには、ほら見てごらん。ここに崖があるよ。世の中のところどうしてくるんですよ。こう崖から落ちたら、助けて、ここまた上がってこれないよ。本当にいいの？ここ飛び込んで。わかる気がします。はい、崖がそこに待ってて。で、うわ、確かに怖いな。飛べるかな？飛べるかな？って言ってる。まあ、本当ひな鳥じゃないですけど。飛べるよ、ポンって。おさげるんですね。飛べないよって。崖から落とす人です。なるほど、最高っすね。もうなんかライオンのお父さんみたいいや、もう本当に、やってみなよ。な。サービス内容というか、仕事をね、どんどんしてるのか教えてください。はい、ありがとうございます。
今やってるサービスはですね、HAFというサービスで、これ英語で書くんですけど、HAFH の4文字で HAFっていうふうに読むと。これは実はプラが勝手に作った英語の名前です。で、H がホーム、A がアウェイ、F がフロム、で、最後の H がホームと。ホーム、アウェイ、フロム、ホームの4つの英語単語をこの頭文字を取ってハフっていう風に読むって僕らで勝手に作った造語ですけど、このホームアウェイフロムホームって実は英語で意味があって、第二のふるさとっていう意味なんですね。家を離れた家っていう意味で、例えば皆さん実家と今住んでる家が違う、おばあちゃん家と、ね、自分の家が違うっていう方いらっしゃると思うんですけど、おばあちゃん家、それ多分ホームアウェイフロムホームなんですよね。第二のふるさとで、第二のふるさとって一つだけじゃなくていいんじゃないっていうのが僕らの提案で、世界中に第二のふるさとを持とうよという思いを込めて作ったサービスの名前ですと。で、どんなサービスかっていうと、毎月定額で、家賃と思っていただいて、家賃みたいなもの、その定額の支払いをしていただくと、世界中に、家賃って本当はね、一つの家を持つ、一つの家に一つの家賃だと思うんですけど、世界中の家に、住めて、泊まれて、定額の家賃っていうコンセプトで作ったサービスなんですね。なので、例えば、来週、沖縄の第二のふるさとに行きたいな。第二のふるさとにいる、じゃあ渡辺さんに会いに行こうとか。で、行った先の宿泊費も1ヶ月の定額の中で支払えるっていう。もうサブスクなんですね。そうです。サブスクと。なるほど。言葉になります。わかりますか？サブスク。でも子供たちもしかしてサブスクって多分もしかしたらね、使ってることがあるかもしれないけど、イメージは、なんか子供で言ったら多分 Amazon プライムとか、そういうことですかね。ネットフリックス、Amazon プライムは月額で払うと、世界中の映画とか漫画が見放題ってなると思うんですけど、はい、僕らも世界中の家が選び放題という、分かりやすく言うとそういうもので。そんなことやってた人いるんですか？いや、多分僕らが確認した限りでは世界になくて、じゃあファースト、本当ファーストペンギンで、本当に世界で一番最初にそういった、コンセプトで作ったサービスがホームアウェイフロムホーム、略してハフと。第二のふるさとを持とうみたいな。やっぱり移動をすると見える景色が変わり、出会う人が変わり、今までの日々の生活では感じなかったセンスが磨かれるのはこれは本当で、もう本当にいろんな偉い人が移動距離と成長速度は比例するって言ってるんですよね。なので自分を成長させるという手段において、物理的な移動を伴うということは実はすごく学びにとって、とっても大きなチャンスのはずなんですよ。この横の今の時代の物理的な移動とその縦の移動、これ何らかの移動を常に自分の身を移動させるってことが成長のきっかけにつながると思ってます。なので今はなかなかやっぱコロナの状況においては物理的な移動がすごく難しいタイミングもあると思うんで、そういう時はやっぱ本を読むとか絵を見るとか昔の映画を見、漫画とか映画とか何でもいいんで時代を遡ってみるというのもまた一つの学びのきっかけだった。ちょっとどんな子だったのかなっていうか、はい、どういったもので今のそういう生き方っていうか、もう涼さんの生き方すごくすごい今素敵だなと思ってるんで、どういったところからそういった考え方、生き方にたどり着いたのかって、ちょっと知りたいなって。